サオちゃんです。今回はこのフォーン20のトラベラーのマイクロウェーブ、このパイですかね、これがねちょっと半額だったんで、これから買ってねホステル戻って食べていこうかなと思います。ちなみにこのブランドのですね、日本でもね売ってます。あの普通のパイのやつなんですけど、これも一応パイらしいんですけど、形悪いですよね。オーストラリアンパイではないんですよね。あのまあ、よくおなじみのマックとかである細長い感じのパイに似てるというか、これはね初めて食べますね、この形のものに関しては。ちなみにこれはちょっと雑学的なものなんですけども、これケチャップ乗ってるじゃないですか。これケチャップ、あのオーストラリアスラングでドグズアイって言うんですよね、なんかあのパイの上に赤いソース、まあ、ケチャップ乗せるとちょっとそういう感じになるっていうか、ね、まあ、スラングなんですけども、これはねあのなんかあのスラングで悪いものじゃなくて、まあ、方言っていうか、ニックネームみたいなものなんで、ぜひとも積極的に使ってほしいかなと思います。ちなみにこれ 160g あって、ビーフチーズーベーコン、いいですね。このベーコンとビーフとチーズなんで、これまずいわけないですもんね。もうすごいワクワクします。ちなみに今回1ドル60セントあったんで、まあいいですね。半額だったらこの、まあ、定価はこの倍なんですけど、まあ、それだったらちょっとなんだけど、ね、まあ、オーストラリアは結構安く買えるんで、積極的に使ってほしいなと思います。ということでね、これからあのチンしていきます。1200ワットで3分ほどですね。あの、まあ、長い分には越したことないんですけど、短いと中のものが凍ったままになっちゃうんで、それだけは気をつけましょう。ということで早速チンしていきます。でこれで締めて、これで 3分で始めていきます。でまたちょっとね3分後に行きます。ということでね、ちょっとあのダイニングっていうかリビングの方がちょっと混雑してたので、ここでねあの2階のちょっと方で食べていこうと思います。ちょびっとだけこぼれちゃったな。ということでいただきます。いいですね。味はやっぱりフォーン20だけあって、安定して美味しい感じです。この形がね、あの普通のパイっぽくないんですけど、これもね割といけるかなって感じ。やっぱりいいですね。こういう感じのチーズを、ね、ビーフが、ね、いろいろ混じってやってるのが個人的には好きなのでおすすめです。この形のはちょっと初めて食べたけど、まあ、特に、やばないかな。あの形がだからまずいとかってこともなくて美味しい、安定しておすすめです。ということで食べ終わりました。はいね、とってもこれいいですね。あのちょっと小腹が空いた時とか、あと冷凍なんでストックもできますし、おすすめです。ね、味自体はね、まあ、ブランドもののがいいですね。あのスーパーのプライベートブランドもあるんですけど、やっぱちょっと物足りない感じなんですけどね、これは本当におすすめです。なのでね、皆さんもぜひともスーパーマーケットとか行ったら、ぜひともね試してみてはいかがでしょうか。ということで以上になります。ご視聴ありがとうございました。